あそこにダンクロトがいた。あ、いたの？うん、あの一番上の扉のところにいる。この話しかけでも良さそうなのはどこだったの？さっきの門。さっきの門の方。うん、今黄色いバッグの人がいるところにいたの、うん、ダンクロトが、うん、あ、ダンクロトじゃない、ダンクロト王が、うん、ここら辺で、あの、ワズ役の人に会って、うん、確かあれだっけ、ジオウの人にも会ったんだっけ、ここら辺で、うん、もうもうすぐあのトラウマの聖地があれ、どっちだっけ、そこだっけか、エイトクさんが出してくれてて、うん、で、その時二人ともコンビションこじらせてたから、うん、あのギリギリまで行けなくて、うん、行くよっていう合図を出してくれてたにもかかわらず行けなかった。あ、そうなんだ。でここでそのエイジとか、うん、ひなちゃんとかの撮影やってて、で、あのここで、ここからひなちゃんがやってきたんだよね。本当に、あの、エイトクさんにサインをもらっとくべきだった。出し、あの、ちゃんと出してくれて。行くぜって。俺行くけどええんか。で、ちょうどその、アナザーオーズの回だったから。本当に話しかけておけばよかった。今でも後悔してる。そういう雰囲気出してくれたのに。そう。英徳さんがせっかく出してくれたのに。うん、出してくれそうだよね、英徳さん。知ってる？俺のこと知ってんでしょ？だったら陰で見るみたいな。知らない子たちはしょうがないけど。俺のこと知ってるぐらい。うん、好きなんだみたいな、うん、お前僕に話しかけてみるっていうぐらい雰囲気を出してくれたのに、あの知らないスタッフのおじさんに話してみられるのに本当だよ、うん、撮影してた、その、うん、の用意とか周りに、うん、下の周りのスタッフさんとかに伝える人には話しかけられたのにね、だからこそだよね。あの知らないスタッフにさ、だからこそ話してみないかね。そう。なんならあのウラトロスの中の人だから。うん、何気に大物だから。ね、うん、ウラトロス。やるもんだねえな。ガッチャン。ガッチャンしちゃったんだよ。電車はガッチャンしちゃったんだよ。